どうも皆さん、のぶよしチャンネルののぶです。今日はですね、新大久保に来てます。皆さんすごいですよ。今路地に入ってるんですけれども、大衆酒場なんでね、こう美味しい。ここはね、ネパール料理、まあもちろん中国、韓国、タイ料理たくさん。クメーだって、クメー。うわ、混んでるな。まあまあ、ここタイ料理だよ。タッカンマリのバー、これね、路地。ああ、あっちの大通りは人が多すぎましたね。おお、すごい。ホテルもね、おしゃれなホテル。皆さん、今日は何やってましたか？僕は今ネパール料理をたくさん食べてきました。お腹いっぱい、お腹いっぱい。明日から仕事なんでね、頑張って、もう精力つけて、わあ、ここもアジア屋台村。こういいですね、ここも。ああ、女王のお店もある。おお、初めて見た。ああ、韓国だ。あ、またクメー、タイ料理クメーもあった。お、カラオケ店、これ中国のね。ほら、タイ料理。もうこっち行くと、もう、ちょうど食安通りの歌舞伎町、ドンキの方かな。うわー、やっぱ人がすごい。焼きバンザイ、サムギョプサル。こうサムギョプサルの、あ、ヤンの家、ここ有名。皆さん、こうヤンの店はこれ有名だよ、中国料理ね。あ、これスーパー、業務スーパーなんか。ベトナム料理もやっぱ多い。ではどこ行こうかな。すごいところ行きますよ。では皆さん、またね、後でね。